どうも、おたつです。いつも動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はね、キーマウでゲームをね、プレイできないことは、皆さんご存知だと思うんですけれど、お前のためにね、作ったんだよとね、言わんばかりな製品がね、ASUS さんからね、届いたんですよね。こちら、ちょっとね、手で持ちきれないんですけれど、ASUS ROG 初のね、競技支援向けにね、開発された製品になりまして、今回の動画では、こちら手に持ってるマウス、マウスパッド、キーボード、それぞれをね、紹介しながら、実際にね、使った感想とかをね、入れつつね、進めていこうと思っております。てなわけでね、まずはね、マウスとマウスパッドから見ていきましょう。はい。じゃあまずね、パッケージね、さっきじっくり見せれてなかったんで、こんな感じです。今回の製品はね、AM ラボっていうね、かなり有名な AM 力を鍛えるトレーニングソフトとね、コラボしてる製品になりましたので、AM ラボのね、ロゴが書かれております。それではね、まずは ROG。ハープエイムラボエディションから見ていきましょう。かなりね、シンプルで対照的な筐体となっておりまして、重さはね、わずか 54g と、むちゃくちゃこれ軽量なんですよ。こんな軽いのね、僕ね、持ったことなかったんで、正直これね、びっくりしました。軽すぎみたいな。でね、マウスの大きさ自体は、標準ぐらいな大きさになるんですけれど、割とね、これね、手で触るとわかるんですけど、滑るような感じのね、材質なんだよね。そういう点をね、克服するためにも、グリップテープが付属してるんで、滑るなってね、これ触って思う人は、これね、使ったらいいと思います。ROG 製品らしいね、デザインにはなってるんですけれど、ちょっと派手すぎると感じる方も中にはいるかもしれないですね。交換用のね、マウスフィートっていうのもね、付属しておりまして、もうほんと至れり尽くせりですね。僕はね、どっちかというと、つかみ持ちっていうようなね、持ち方をしてるんですけれど、このマウスはね、基本的にこう持ってて、すごい持ちやすくて使いやすいなと感じましたね。で、サイドはなんか、いつもね、使ってるものよりも若干ね、硬く感じました。誤爆しないね、ちょうどいいぐらいのね、硬さかなとは思うんで、いいと思います。で、このね、センサーに関しては、36000dpi の ROG M ポイントオプティカルセンサーをね、搭載してるということで、2.4GHz のワイヤレス接続は、こちらのドングルをね、使用することで、使えるようになるんですけれど、これはね、もちろんのこと、90時間のね、バッテリー耐久っていうのがね、可能となっております。ちなみにね、裏のスイッチ、ここね、切り替えることで、有線は当たり前なんだけど、Bluetooth までね、使える優れものになってます。そしてね、このマウスの売りの機能かなと思うんですが、後ほどね、僕実際にこれやってるとこ見せるんですけど、AM ラボのね、設定最適化機能っていうのを使うことで、これね、初心者の、僕みたいなやつでも、自分に合ったね、感度っていうのを見つけることができるんですよ。そこはね、実際に使ってるところを見ていただいて、あ、こんな感じなんだっていうのをね、見てもらえたらなと思ってます。そして、ROG ホーンエース AM ラボエディション。こちらはハイブリッドクロスっていうのが採用されてまして、表面はね、水とか油、ホコリをね、弾くようなね、ナノコーティングっていうのがされてるみたいです。手合わせをね、もう書こうとね、この上でね、ポテチ食べようという、もうね、許されるようなね、マウスパッドなんですよね。皆さん、こんなのいかがですかね。一番のね、特徴はね、自分の動かした距離がわかるように、メモリがね、これプリントされてまして、それをね、 AM ラボのソフトと連携させてこうやって使うことができるんですよね。なんだかね、ゲーミングデバイスなんだけど、なんか小学生の頃やったさ、漢字ドリルとか、なんかそういうようなね、ものをね、思い出させるようなね、仕組みになっております。とはいえね、これぐらいやらないと、今年ね、僕30になるんですけど、そんな私がマウスのベスト設定を見つけるのは難しい。だから、今回のね、案件ね、本当に引き受けたようなもんなんですよね。で、マウス操作のね、精度を高めて、本当ね、おじさんでもキーマウできるんじゃ、というのをね、今回紹介するね、製品でできたらいいなと思っております。ROG ファルシオン S。 こちらはね、すでに販売されてた ROG ファルシオン NX っていうのとね、似てると思うんですけど、今回手元にあるのは有線モデル。スペックとしては 65% のメカニカルゲーミングキーボードで、消音フォームがね、内蔵された ROG NX レッドというね、オリジナルスイッチで、オーカーツは 45g、 アクチュエーションポイントはね、 1.8mm となってまして、アクチュエーションポイントがね、いやいや長いんだよね。なんで、ぶっちゃけ普段使ってるものと比べて、操作にね、ちょっと違和感はありました。ただまあね、これね、押し込み自体は軽いんで、指は疲れないかなというところです。その他だと、サイドにね、こんな感じで、タッチパネルがついてたり、Type-C のね、USB ポートがなぜか上に2つついてたり、なんか面白い機能がね、小さい割に多いんですよ。ただね、このね、上のね、2つのね、USB ポートに関しては、こうね、
動かすことで接続先が切り替えれるんだけど、スイッチでね切り替えをしないといけないから、タイプ C の接続している方に合わせてこうね切り替えて使うようなイメージです。なんで若干ね、まあ、自動じゃないから古臭いなと思える部分でもあったり、あとまあソフトウェア機能をね使えば、ここのサイドタッチパネルのさ割り当てをね変えれたりするんですよね。こっちはなんか最新感すごいよね。うん、他のキーボードではね結構できないことっていうのがねこんなちっちゃいのに詰まってます。で 65% なのにもかかわらず矢印キーがねこれついてたりと、普段使いもね想定してねこれ作られてるんだよね。僕はね日本語配列が正直好きなので、英語配列に関しては何とも言えねえなって感じなんですけれど、ゲーム用とねまあ割り切ってしまえばいいのかなと思うんですが、せっかくのねこのね矢印とかがついてるから、まあ、作業でもね併用したいよねと思ったりもしてまして、まあ、ちょっとね使い込んだことには使い込んだんですが、まだ英語配列にね慣れない部分はあるので、ちょっとね今後ね試練だと思ってね引き続きこれは使ってみようと思ってます。という具合で製品紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。これからね実際にねエイムラボ使って僕がねこの組み合わせで最適な感度っていうのをね見つけることができるのかっていうところをね皆さんに見ていただきたいんですけれど、そちらのシーンにね移らせていただこうと思います。それじゃあ行きましょう。それではエイムラボね起動していきたいんですが、今有線じゃなくてね無線でつなげてます。で無線でつなぐ分にはねここにねクリップみたいにねなってるので、マウスパッドにね止めて使うことで無線でもドングルからねあまり離さずにね使えるという仕組みがあります。ほんならソフトウェアに入っていきましょうか。はい、ということでね設定最適化ツールに入ったんですけれど、こんな感じでねいろいろあります。だから ROG ハープ SM ラボエディションがあればいろいろできますよっていう感じになってるんですけれど、これをね使ってね僕初めてねマウスの感度合わせるので、初めての人がどうなるんかっていうところがね見物だよね。これはねこれからマウスでゲームしたいなっていう方にとってもかなり参考になる動画だと思うんで、ぜひねどんな結果になったか皆さんね温かい目で見守ってやってください。それじゃあ行きましょう。4種類のテストをするみたいですね。じゃあ行きます。はい、これは追いかけるんかな。はい、難しい、これ OEM ってやつやろ。もっとみんな合うんやろ、これもっとみんな合うんやろ。お、出た結果としては DPI が1550、パフォーマンスに基づき推奨される点以下の通りです。適用した場合 AM ラボは自動的にマウスの設定を調整します。 DPI を手動で変更する場合ご使用のマウスの矢に設定を適用。はい、とりあえずなんか1550になりました。あ、でもなんかさっきより操作しやすくなったかも普通にね。はい、ほな次行きましょうか。アングルチューニングっていうのやります。 AM ラボトラッキングタスク中自動的にアングルチューニングを調整して最も優れたパフォーマンスを発揮できる設定をどれか探りますということで、 DPI じゃないんだねこれは。はい、行きましょう。これむず。はあ、何か角度 3? アングルチューニングっていうのがあるんですか。ちょっとアングルチューニングっていうのが僕はいまいち分かってないんですけど、アングルチューニングを変更するのが角度僕は3みたいです。結果としてまあとりあえず全部適用します。はい、設定適用するとアングルチューニングっていうのが変わりました。で、リフトオフディスタンス、次エイムラバートラッキングタスク中自動的にリフトオフディスタンスを調整して最も優れたパフォーマンスを発揮できる値はどれか探りますと。2分30秒ほどで終わりますってことらしいです。追うやつかな。あ、追うやつだ。全然追えんのんだけど、ちょっとこれがリフトオブディスタンスっていうんだ。これがうわ疲れた。パフォーマンスに基づき推奨されるのは LOD はハイらしいです。はい、リフトオブディスタンスを設定しました。はいはい、いやとりあえずねやってみたんですけど、目がむっちゃ疲れますねこれ。結構ね長いんですよこのマウス DPI ってやつが。うん、だからそれが割と疲れるなっていう感じがします。であとねセンシティビティってやつはやってないんで、あとこれ1個やってとりあえずこのソフトウェア終了かなと思うんですけど、とりあえずねフリックに適した感度を見つけることにフォーカスした機能らしいんで、これもやりましょう。10分は長いですね。ちょっと5分ぐらいがいいな。ほんと疲れるこれ。はい、できました。むっちゃ疲れるねこれ。
この値には360度あたり何センチかを表してもね、各ゲームの感度設定の基準となります。適用した場合は今の行われた自動的にゲーム現在のゲームプロファイルに対応する値に変換します。感度を手動で、はいはい、だからゲームに自動的に適用してくれるんだね。これ便利だね、ほんと。はい、で今ね全部適用しました。でこれをね、いつも僕 Apex しかしてないんで、 Apex でやったらどうなるかっていうところをね、これからやっていこうと思います。ほなちょっとね適用してきます。はい、てなわけでね、今設定反映させて Apex 入ってみたんですけど、確かにやりやすいですね。なんか今までの設定が全然多分合ってなかったんだろうけど、結構時間をかけてねあれやるようになるんだけど、設定をね、やっぱり初めてねこうやって感度合わせる人にとってはすごい役立つねソフトウェアだと思います、あれは。すごいね合わせやすくなった、こうやってね。今までねほんとね全然合わなかったですからね、超適当にやってたんで、そういう意味ではすごい、いや、やりやすくなったんかなとは思うんですけど、まあちょっとまだまだですけどね、操作とかがね、まあおぼつかないんですけど、全然ちょっとね、まあこれはキーボードの方にもね慣れないといけないんでなかなか難しいんですけど、明らかにね体感やりやすくなりました。いや今までにねこういう機能があるもの、まあ、もしかしたら何かしらであったかもしれないんですけど、やったことがなかったからさ、いやこんなね初心者にねいいねソフトウェアってあるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけど、初めね声かけてもらった時ね、いやこれはいいですね。いやこれからちょっとキーマン頑張りたいけど、やっぱりね酔います。なんか画面酔いするから、これはねどうしたらいいんだろうねって感じですけど、コントローラーだとね画面のこの動きがね緩やかだからあんまり酔わないんですけど、いやもうでもちょっと目が痛すぎてやばいっす。ほんならまとめていきましょうか。はい、ということでここまでお疲れ様です。いやねもうね疲れました、マジでね。もうねもう目が痛い、本当に目が痛い。いやねキーマウやっぱりねどうやったらできるようになるかわかんないですけど、ここが一番の問題なんですよね。いや確かにこのねマウスのおかげですごいねわかりやすく感度っていうの DPI とか設定できたんですけど、いやーもうほんまに目が疲れる。いやもうねレビューとは全然関係ないけどむっちゃ目が疲れます。ほんでねこのねやっぱりここ数字がさ記入されてるじゃん、これむっちゃわかりやすくって、やっぱこんな感じでさ振り向き何センチとかって結構さそういう言葉何回か聞いたことあって、なんや振り向きみたいなこと思えたんですけど、ああだからこうさ端からやって何センチで後ろ向けるかみたいなことだったんですね。そんなことさえもねよく分かってなかったんですけど、これがあることで僕の場合はなんかこの AM 字だったらまあなんか49センチぐらいで、普通に腰打ち状態だったらなんか20センチぐらいで振り向けてるような感じにしてたんですけれど、まあそれでも早いんかなとか思ったりもするけど、まあ明らかにね今まで設定してたものよりもやりやすく感じたんで、AM ラボで設定するのむっちゃ疲れるけど、酔いましたけど本当に。いや、これはね、やってよかったなと思います。いや、今後もね、やっぱバロラントとかって、キーマウじゃないとできないからさ、このね、3つを使ってね、頑張っていきたいなと思うんですけれど、キーマウでしかできないゲームってやっぱね、あるんで、まあできたらね、コントローラー使いたいところではあるんですけど、まあコントローラー歴の方が長いんでね。まあそんなこんなでね、いろいろと設定して楽しみましたが、いや、本当にね、すごいね、なんだろうね、まあ上級者にも向けて販売されてるものなんだろうけど、初心者にもいいなと思います。これはね本当になんか数値化してみることができるっていうのがすごい偉くって、やっぱりマウスパッドで、まあ、どれぐらいの距離を動かしたら、まあ、どこ向いてるかっていうのもさよくわかるじゃん。だしまあマウスはすごい軽いし、あのねソフトウェアと連携してるわけじゃん。いやそれはねなかなか今までなかったんじゃないのかなと思います。いや僕もね普通にこれレビューするのって難しいなと思ってたんですけど、いやそういう機能がついてるからさ、まあ初心者でも使ってみたらどうなんかなっていう視点で今回ねレビューしてみたんですけど、皆さんいかがでしたかね。僕としてはすごい面白かったんですが、ただ酔いました。もうちょっとねあれねどうにかならんすかね、酔わん方法とかあったら教えてください。いや僕の視点移動がおかしいんかな。もうエイペックスしててもちょっとなんか、こうなんだろうね、酔う、車酔いみたいな感じで酔うし、もう画面酔いなのかな。パッドだったら全く酔わないんですけど、感度が早いんですかね。そこんとこね、ちょっと皆さん教えてください。
ま、キーマでね、ゲームされてる方いたらね、こうこうこうやったらね、ちょっと酔いづらくなりますよとかね、ぜひアドバイスいただけますと幸いです。という感じでね、今回の製品すべてね、動画の説明欄の方に貼らせていただいております。なんでね、すべて買ったら結構なお値段にはなるんですけれど、ま、キーボード買わないにしても、マウスとさ、このマウスパッドだけ購入して、初心者の方は使ってみてもいいし、まあ、小さいキーボードで英語配列でもいいっていうんであればね、この 65% のね、キーボードで扱いやすいので、そういう点を評価される方は買ってみてもいいと思います。まあ、有線なんでね、無線じゃないんで、まあ、キーボードはね、有線にいいと思いますよ。そんな動かすことないしね、こう置きっぱなしだから。まあ、マウスに関してはね、無線の方が絶対便利なんで、本当になんかこうやってグワングワン動かすわけじゃん。だからここに絶対ね、ケーブルがない方が、僕は使いやすいんじゃないのかなと思うんで、ぜひね、興味のある方はチェックしてみてください。という感じで、今回の動画はね、以上になるんですけど、少しでも良かったよという方はね、いいねボタンをポチッとして一緒にね、チャンネル登録よろしくお願いします。今後もね、ゲーマーの役に立つ情報をね、発信していけますので、常連さんにね、なっていただけますと嬉しいです。ならね、今回もね、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。